まあ、僕とかが中国からこういう人たち連れてきてこんな滞在型のプログラムやりましょうってやると、なんか自治体の方があまりよく分かってなくて、プロポーザル負けるんですよね。なんかもっと直接的な数字の出るコンテンツを作りたいとか、なんかそっちの方に行っちゃって、いやこれちょっとなんか市町村の皆さんのなんかリテラシーというか、なんかそういうところのアプローチがないとなかなかこう結びつかないなっていう、すごい課題があって、これってやっぱりこうトップダウンで何かそういう施策を作っていくような働きかけみたいなのが一番効くんですかね。いや、そうそう、だからまあそういうことも含めてですけど、まあいろいろ課題はあると思いますけど、これだからその政府主導でやるのがいいのかどうなのかってところも含めて、その、まあ、例えばですけど、これ似たような性、まあ、ちょっと違うんだけど、地域おこし協力隊ってシステムがあって、はいはいはい、これってその東京から地方に移住すると、その東京とか大阪の大都市圏から地方に移住すると3年間300万円補助をするっていう、その地域おこしの仕事をするとそれの分、まあ、給与を政府がくれるみたいな話なんですけど、はい、まあ、そういう制度もやってるんで、その、まあ、インフルエンサーに限ってはそんなに数は多くないわけですよね。そうですね。その人たちのその滞在費を負担するぐらいだって別に大した金じゃない、割には割と僕はこれ経済効果大きいかなと思って。確かに大きいと思います。僕も逆に海外旅行に行けなかった分、その、はい、海外旅行に行けなかった分、僕は国内を旅してたんですね。はいはいはい。で、国内旅してたらやっぱりすごいいいところがいっぱいあって、すごいいいところがいっぱいあったんで。